この外国人生活保護。なぜ外国人が日本において生活保護を受給できるのか。法的な根拠、裏付けというのは全くないんです。現在ですね、我が国で日本国民に対して致されている生活保護。これは憲法第25条。国民の生活、最低限度の生活を政府が保障しなければならない。という項目に基づきまして、行われているわけでございますけれども。では外国人に対しては、 それは法的根拠ではなく、えー、昭和29年の厚生省社会局長通達1本のみです。で、この社会局長の通達には何と書いてあるかというと、生活保護に関しましては当面の間、日本人と外国人に関しては準用すると書いてあるわけですね。そしてその通達から60年以上が経って、未だにこの通達が生きている。えー、これは日本人であれば誰でも起こる話であるはずです。 で、このですね、外国人生活保護の問題、実はこれは違法行為でもあるわけですね。入管法、入国管理法ですけれども、それに基づけば、入国管理法にはきちんと書かれてあるわけです。自活できない外国人は入国させないと。その一方で、生活保護を与えている。明らかにこれは矛盾です。最高裁の判決の中には、生活保護の支給、外国人に対する生活保護の支給に関しては、自治体側の行政裁量の範囲内である。 という判決が下ったわけです。つまり、桜井誠が都知事になれば、私の裁量の範囲内で止めることが可能になるわけです。えまあ、この警察保護の問題、まあ、それ以外にもですね、えパチンコ、違法賭博パチンコなど、様々に、様々に問題を抱えている東京でございます。えぜひですね、ここで、まあ、今の日本にですね、問題があると信じている方、その方たちはですね、ぜひとも、えこの桜井誠に 一票を入れていただければと思いますまあこれからの都知事選非常に厳しい戦いが予想されておりますけれどもぜひですね桜井誠に一票を入れていただければと思いますよろしくお願いいたします東京都知事候補者桜井誠さんの放送でした